はい、どうもひこむです。週の真ん中水曜日レーダーワのお時間です。今回ちょっと卵が変則的です。 あそこ3名いる。あそこ入ろう。とりあえずここやっちゃいます。一銭稼ぎます。あ、メガ進化したい。メガ進化していく。まさかいきなり3名もいるとは。予定が狂いました。うん、一人らしい。あ、始まっちゃったし。2名いれば余裕で勝てるのに。5名です。とりあえず戻ります。とりあえずここで一戦稼いでおきます。では12名でバトル開始です。メガレクーザいるんでね、かなり楽だと思います。 OK です。撃破です。 CP は2126ダメです。ボールは29ゲットレンジ。オーノーシャイニー。色違い貯金1つ貯めました。これを狙ってました。 OK 戦闘グルーンくるん。早めにゲットしたい。うじょ。OK 戦闘。くるん。くるん。ノー。OK 戦闘。ぐるん。ぐー。うじょ。OK 戦闘。ぐるん。ぐるん。なかなか捕まらんのよね。うじょ。オッケー戦闘グルンクーフジョ。オッケー戦闘グルンフジョ。オッケー戦闘グルングルンクーフジョ。オッケー戦闘グルンクー。なんだこれ、バグか。フジョ。オッケー戦闘くるんくるんくるん。ゲットです。バグじゃなかった。評価はいかに。うんで次ね、そこやっちゃいます。とりあえずまだね18時じゃないんですよ。ではここ入っていきます。44秒。これ厳しいな。とりあえず2戦目。時刻は17時52分。ここで色違いが出ちゃっても構わないです。出なくてもよしです。色違い貯金を貯めます。下校時間と重なってね、非常に慌ただしい。では行きます。 OK です。撃破です。ボールは18球。ここは色違いかもしれないです。キッチャレンジ。ノーシャイニー。色違い貯金を貯めていく。 CP は2146低いです。よいしょ。 OK 戦闘くるん。時刻は17時55分。うじょ。オッケー戦闘くるんくるん。うじょ。オッケー戦闘くるんくるんくるん。ゲットです。早めにゲットできてよかったです。さて評価は V ってなわけで、ここからスタートです。図鑑。色違いはまだ未ゲットです。色違い貯金はいい具合に溜まってます。月曜まで全力でやりました。火曜日もできたんですけど、出ちゃうかなと思ってやめておきました。このレードアワーにかけます。でなんですけど、ジムにね、ことごとく違うポケモンが乗ってます。やってくれたナイアンティックって感じです。これはまずいですね。端っこから行こうか。そうだな、うん、この区役所にいい感じに黒玉が出たら、ここやって向こう行きます。卵の出方がね、超難しい。まあ単純にジムに違う卵が乗ってるからですけど。時刻は17時58分。ジム開いてんのかな。ここ開いてません。ここは開いてません。渡っておこう。ここなら車も来ないでしょう。ではここから行きます。
出ました。いきなり出た。入っていく。お、5人もいます。グループ作んなかったけど大丈夫かな。うっかりしました。まさかこんなに人がいるとは。とりあえず大丈夫そうです。今日これで3戦目です。前回は4試合自信ありましたけど、今回は微妙ですね。出ないことはないって感じです。では13名でバトル開始です。ザマゼンタに有効なのはメガレクーザです。圧倒的メガレクーザです。あっという間にやられちゃったけど。強いな。相手の技にはなんだ。いや、つけちゃいました。さて気になる CP は。2120下がっていく。ボールは29。ゴー。来い。おっ、やりました。なんという。OK です。ニア計画通り。ゲットントンです。とりあえずレドはやります。みんなの5000分。で、向こうの端っこ行きますか。安全運転で行きます。信号を渡っていく。奥から行きましょう。いや、ここでいいかな。とりあえずここでやっちゃいます。ではファミマから行きます。ファミマどこだ。こっちだ。ああ、ここダメだ、リモートだ。じゃあここ入っていきます。ファミマです。入っていく。 OK です。向こう行っておきます。少しでもジムに近づいておきます。9人も集まりました。11人です。すごいな。 M さんもね、今日いるんですよね。なので M さんも招待してるんだと思います。では12名でバトル開始です。12名もいるとあっという間ですね。レイドアウトはこれが2戦目です。撃破です。ボールは19球。まだ優勝へチャンスあるかな。ゲッチャンス。おお、来た。確率の収束です。ゲットントンです。評価はいかに。ティキリン、ルイ。では次はここですね。サッカー場。サッカー場に入っていく。フットサルクラブです。今日はちょっと開始がゴタゴタしちゃったな。普通にスタートしたかったんですけどね、2000稼ぎたいあまりね、始めちゃいました。では8名でバトル開始です。最初2000やらなくても十分色違い出ましたね。5000で2体色違い出ました。激破です。ボールは22球。多いです。ゲッチャレンジ。もう色違いは出ないでしょう。しばらく出ないと思います。ぐるんぐるん。よいしょ。 OK、 エクセント出していく。よいしょ。 OK、 エクセント出していく。ゲットントンです。これはかなり低いぞ。ブイーン。限りなく最低答えに近いです。そんでもって次ですね。次はここです。時刻は18時17分。こっから厄介だな。
数が少ない。ここから非常に難しい。では入っていきます。では入ります。 OK です。そして信号が青です。次のことを考えて渡っておきます。こっからが難しいんだよな。あと5分ですからね。無理か。無理だな。では10名でバトル開始です。 M さんが結構招待されてます。この時間帯はね、非常に慌ただしい、事故りそうな雰囲気がクンクンしてます。激波です。さて CPU は2150上がっていく。まあ、さっきが低すぎました。ボールは19913です。おノーシャイニー。もうすでに2体出てますからね。よいしょ。 OK グレート。くるん。よいしょ。 OK 戦闘。くるん。うー、あー間に合い。 OK 間に合った。くるん。うー、よいしょ。 OK 戦闘。うるん、うるん、ノー、うじょ、オーケー戦闘、うるん、ふぅ、間に合い、オーケー戦闘、うるん、うるん、ひぃ、うじょ、オーケー戦闘、うるん、うるん、うるん、ゲットなり、評価はいかに。ウィン。時刻は18時24分。次の脇です。待つとつらい、あと6分。駅行っちゃうか。駅には他のやつがいるんだよな。めんどくさいことになり申したよ。ファミマできるかな。行っちゃうか。残り7分で駅のファミマやっちゃいます。6分待つのがつらい。では駅前のファミマ行きます。ではファミマ入ります。では行きます。では6名集まりました。時刻は18時29分。
ではこれがファイナルバトルです。あっという間の撃破です。さて CB は2149下がっていく。1だけどボールは22球多いです。ゲッチャレンジオノーシャイニー。ここから色違い貯金貯めてみます。ただまあもう新規の色違いも出てこないと思うんですよね。しばらく安泰です。今回2週連続頑張っちゃったな。シュッオッケー、苦戦闘くるんくるんくるん、一発ゲットくんです。評価はいかに、ドイッちょっくらまとめます。てなわけで7戦して色違い2体でした。最初のフライング2戦なくても大丈夫でしたね。まさに計画通りでした。まあこんだけやってればね、出る感覚もつかめてきますよ、なんつったりして。本当は今日は無理かなと思ってました。前回うまくいったんでね。あのお散歩校のねガラルサンチョの色違いも狙ってみたいなと思ってます。ただ私はねそんな24時間とかはできません。数時間でもやってみたいなと思ってます。というわけで7戦やって色違い2体でした。計画通りです。にゃっ。